山崎先生対佐藤利一氏の試合、はい、山崎先輩の有名な試合というのは牢山発動試案との戦いと、もう一つね本当に素晴らしいと思う山崎先輩対牢山先輩の戦いも極真史上に残る素晴らしい名試合でしたよ。しかしもう一つね、隠れた名試合、隠れた名試合、山崎先輩と佐藤利一先輩で、佐藤利一先輩は180センチ90キロ前後の体重、元柔道ですよね。山崎先輩は178センチ73キロくらいかな、20キロくらい、細くてね、骨太、骨が硬いってみんな言ってたから、 あれ骨が硬いっていうのは、骨が本当に硬いっていうよりも受け方が、自分の肘の硬いところ、すねの硬いところで、相手の膝ブロック、蹴りのブロックとか、回し蹴りの上段も肘ブロック、前蹴りも肘で落とす。こういう、ね、こういう落とし方ですよ。こっちからこうやって、肘を回し蹴りで落とす。50年前の試合と思える勝ちような試合してるんですよ。すごいなと思いますよ。もう名勝負。顔も狙われるって距離で戦っている。あらゆる格闘家、打撃格闘家が、これね、模範にすべき、いいですか？ベストの構えかどうかは知らないけど、ベストに近い構えの一つだと思いますよ。あの時のこう映像を見ると、佐藤さんが蹴って、もう足をこう痛めて。もうピッコ引いてますよね。あれ、山崎先生のカットの仕方が。カットは素晴らしい。それも、下段のカットだけじゃない。時々左の回し蹴りもこれで受けてるんですよ。肘。そうなんですよ。あれはやばいわ。私は五神空手におけるね、組手の見本だと思ってるんです。だからね、やっぱり足原先生の影響を確か受けてるはずなんですよね。真剣に武道として空手を打ってたから、これ金的守んねえってやられるぞっていう。山崎先生をその作ったのが足原先生だった。そうなんですよ。利一氏はもう、ものすごい強い。中条の二宮上皇めった打ちにしてますからね、第8回全日本の決勝戦で、佐藤利一先輩が、あの強力な足腰持つ二宮上皇を、ボコボコに打ちまくって、優勝、準優勝で、佐藤氏が全日本チャンピオンに輝いてます。素晴らしいです。地方出身で初の。そうです、そうです。東北出身のね。メールでやってんだみたいなね。あの表情はやっぱ、僕はもう忘れてないですよ。ウィリーも日本人の心を持ってたっていうことですかね。だからね。三平君だけは分かってんじゃないですか、何言われたか。ただあいつ英語上手いのかどうか俺は知らんから。では質問が結構来てますんで、はい、質問に入ります。浜井師範ご質問があります。石橋正史師範お話ありましたらお願いいたします。はい、私が子供の頃特撮番組時代劇印象ありますということなんですけども、先生、まあ石橋先生はね、例えばそのいろんなある意味のキラレ役もやったり、例えば千葉真一先生のね、映画の侍の映画出たりね、忍者とか柳生武芸長だとか江戸の戦いだとかね、そういうものに出たり、特に一番やっぱ印象に残ったのは、空手バカ一代だとか、激突殺人拳、激突直撃地獄拳、直撃地獄拳ですか？それから空手地獄編、騎馬直人。ああ、騎馬、はい。こういう映画にね、あっちこっち出てくるんですよ。ほでね、こう言ったらね、もう、二枚目の悪役。二枚目の悪役。もう悪役が似合う面構えの人だから、それでも構えなんかもやっぱり自分が空手やってたことね、こういう手首のこう動きなんかね、手首もリラックスしながらこうやってる動き見るとね、あ、なるほど、この人は、極真の先輩なんだなって。だから直接会ったこともないし、年代がちょっと違う、ずれてるんで、石橋先輩とか安田先輩とかね。だから僕にしてみれば知らない先輩だけど、あ、大変極真空手の普及のためには頑張ってくれた人だなって。はい。大変ありがたい先輩だと思って、いつも。時々YouTube とか、あと BS で、日本映画専門チャンネルとか、東映チャンネルで、見てるんですよ。ああ、大変、あ、頑張ってるなと思ってね、悪役似合うなと思ってね、見てます。合わせます。はい。まあ実際その、大山総裁のその10円玉曲げとかも、まあ目撃した一人だと。あ、そうなんですか。そうなんですけども。いや、それはね、直接会ってお話聞きたかったですね。僕は見たこともないし、総裁に、総裁本当に10円玉曲がるんですかって聞いたことなかったんで。10円玉をこう指で曲げるって相当なんか3本指使ってますね。なんか人の話を聞くと、挟んでこう3本指でグッと押すって。親指でこう腹を押すみたいな。一番強いのは親指でしょ。はい。
なかなかこう、まあ、これは握力っていうより指の力ですよね、これだと。だから2本指で逆立ちせえとか。ああ、なるほど。握りを固くせえとか。極端に言うと、親指1本で逆立ちしろって。親指1本？そうそう。そうです。その僕だってね、2本指ならね、僕は逆立ちそのものが歩けないんで、壁際で2本指で何秒か我慢したことありますよ。2本指なら私はその時80キロぐらいあってもできましたよ。はい。ただ、十何秒の話と、それと歩いたって話じゃないから。まあ、歩くのとはまた全然。もう全然。しかも僕は手のひらでも歩けないから。バランスが難しいですよね。では次の質問に行きます。ちょっと、ここからは、否定的なコメントが結構。いや、どんどんどうぞって。入るんですけど、はい。はい。どっかで聞いたことあるような論調で、まさにネット初心者が集まったネトウヨですが、この先生と。すいません。ネットウヨっての定義教えてください。はい。右翼っていう定義も教えてください。でもう一つ。例えば日本というのは GHQ によってね、戦前の軍国主義、あれ軍国主義じゃないんですよ。日本は完全に合議制の民主主義でした。五箇条の御誓文とかね、見てみてください。何事も結論出すときは、万機公論に決すべしですよ。その国が独裁的に軍部が暴走した、そういう面もあったとは思いますよ、少しは。しかし、ほとんどの方向性は、みんな話し合って、やらざるを得ない、あれやりたくてやった、意見ってね、日本国内ではほとんどなかったと言いますよ。物量を考えたって工場生産能力、例えば大都市の街並み見たって、こんな国と戦争やったら勝てるわけないっていうのがみんなの意見でしたから。皆さんね、左翼の方にも聞きたいの。日本の戦前の政治家、軍人、経済人は、あんたよりずっとアホだったんですか？アホ。アホの集まりだったんですか？違うでしょ？あなたね、僕もネット右翼、ネット左翼、あるいは左翼のことはわかりません。ただ、外戦右翼は嫌いです。あんなね、スピーカーガンガン流しまくってね、日本がどうのこうのってね、あれ一般民間人の普通の日本人は嫌いますよ、こいつら一体なんだって。聞くところによると、まだ多い。この情報も、皆さん調べてみてください、どんなこと言われてるか。あ、そうなんですか？そうですよ。ほら、ヤクザに、しょんです。だから本当にね、あれ、日本人に右翼を嫌わせるためにやってるとしか私には見えない。もしなんか話す機会あったらね、すいません。あれ、本当に右翼なんですか？日本国籍ですか？聞きたいくらいな。行きますか？突撃しに。いや、突撃まで行かないけど、機会あったら聞きたいですよね。そうですね。わざわざ自分から喧嘩を売りに行くことはしないけどね。だけど、機会があったら聞いてみたいですよ。ほんでね、皆さんね、あなたはこの話を聞くと、日本が大好き、日本が素晴らしいって言ったら右翼って言うんでしょ？はい。私にレッテル貼るわけだ。日本が素晴らしい論やってるネット右翼だって。私ね、普通の日本人なんです。空手だけ50年もやってきたね。空手ね、武道なら60年か柔道入れると。東洋の隅っこのちっちゃいこう、土地は、実はあれ、メルカトル図法では小さく見えるのが、あれヨーロッパ持ってくと、ドイツとかフランスも入れたくらい大きいんですよ。つまりあれの、拡大基準がずれてるんで、赤道直下行くほど、小さく映るんですよ。あ、日本の国のあれ。国が。だから上に持ってて、ヨーロッパと重ね合わせてみると、緯度、経度を合わせてみると、三国か四国にまたある大きな国なの。あ、そうなんですか？そうなのよ。それ知らないから。ちっちゃく見えますよね。ちっちゃく見えるんです。だから日本人ってね、謙虚すぎて、そんなお前、島国の日本がね、大したことできるわけないじゃないか。はい。結果どうでした？秀吉はあっという間に朝鮮半島にね、朝鮮従いちゃって、すぐに民国だかどこかに攻め込もうとしてたくらいだね。軍事力はなんでそれ強かったか知ってます？なんでしょう。世界一鉄砲の数多かったやつ、当時。あれね、武田の騎馬隊がね、2列に鉄砲してるの知ってますか、これ。入れ替える？そう。片方が撃ったらすぐ後ろのやつが火縄に火つけてて、撃てるようにして、その最初に撃ったやつが後ろ下がって前に出て、こんなね、
武田のあの騎馬隊を倒すために、もう連射できるように、もうマシンガンで撃つように作ったのは、武田の、あの、この、いや、ピストルっていうか、あの、部隊だったんですよ。鉄砲部隊だったね。そういうね、鉄砲を、なんとあの当時数えてみるとね、種ヶ島にポルトガルからその鉄砲届いたら、翌年にはもう自分で作り始めて、すごい。ね、世界一の鉄砲大国。はい、これ偶然ですか？世界一ですよ。はい、もう一つ言いますね。明治維新が明けて、西洋に追い越せ追いつけってみんな一丸となってね、これ何の精神？神道の精神、和の精神、武士道の精神、お家のためにみんなで戦う、住み分け役割分担の世界の精神なんです。だからよく聞いてください。あっという間に世界の列強に並ぶ日清戦争に日露戦争にまで勝っちゃった。あの当時ロシアってどんな国だったか、今のアメリカより上だったんですよ。ロシア革命が起こって倒れたんですよ。ニコライ2世がユダヤに目つけられて、つまりあの時ユダヤの金融資本はヤコブ・シフというクーン・ロエブ商会、2008年まであったリーマン・ブラザーズですけど、その会社の会長が、これロスチャイルドの手先って言われてたんだけど、日本の国債全部買ってくれたの、戦費調達の。ほんで、ロシアにぶつけたのよ。はっきり言うけど、ロシアよりは日本がロシアに勝つなんて、あ、ロシアじゃなくて、ヤコブ・シーフもそうだけど、日本がロシアに勝つなんて思ってないですよ。多少痛めつけてし、消耗させてくれればいいくらいですよ。あの、トーナメントで最初に戦わせておくっていうのね。それに勝っちゃった。はい！皆さんに質問したい、そのネット左翼の、私のことを、日本来さんのネット右翼って言ってる人に聞きたい。はい！世界で初めて上がった国はどこでしょう。はい、わかりますよね。日本ですか。日本ですよ。日本しかない。それまで東南アジアのもうあっちもこっちも頭下げるけど、あいつらは違うと。頭もいい。テクノロジーの開発がもう我々はとても追いつけないと思って、頭から負けてるって気持ちに火つけちゃったの。え、でどこの東洋人が、どこの顔見たら、日本人の写真見たら、我々と同じ猿の顔してるって。もう猿の顔に見えるんですよ、日本人は。びっくりしちゃったらしいの。トルコなんかさ、いつもロシアにやられてるから。なんだと、と。そんな極東のちっちゃい国が、あの巨大なロシア破ったのって。もう、猛然と元気になっちゃって。自分の息子の名前に、東をつけるようになっちゃう。だから通りも東条だとか、うん、あの、日本のビールもね、何十秒、東条ビールだか東郷ビールだか全部作っちゃったって、東郷ビールがな。そのくらい、まあ、その前にあのエストニア号がさ、日本の近くで遭難したの、乗組員全員乗せて、トルコまで送ってったのよ、日本人が。その感謝の気持ちと、それをやった国が、ロシアに勝った。最高の親日の国になった。いいですか？もう一回言いますよ。世界で初、ロシアに向かって真正面から戦った東洋人。日本しかないんです。ほんで、勝っちゃったの！負けて当然って言われてたのに。はい。1894年に日清戦争で勝って、これも日本は勝てないって言われてた。ほんで、1904年、10年後、ん？10年後くらいにロシアに勝った。その後第一次世界大戦も勝利者側に入ってたね。戦勝国だった。そして1919年に何出したか。人種差別撤廃法案を、いいですか？世界で初めて国連会議で提唱した、国連は、あれ、連盟かな？国際連盟で言ったのが、パリの講和会議ね。日本なんですよ。過半数確実に取ったのに、これは全会一致でないとダメだって言って、日本が平和主義者と陰に隠れてね、いろいろ事情があったから、日本人の民間人の当たり前だって。あれは戦争を終わらせたんじゃないんです。日本人を
なんです。ここのところを日本人が分かんないと全部爆撃されたんですよ、日本の主要都市が。これ、はっきり理解した方がいいですよ。で、これが、はい。なんですか、私。ネット右翼ですか？ネット右翼。この事実を重ねて、まともなこと言ってるやつを、レッテル貼るんですか、右翼って。じゃあ反論してください。日本人は、朝鮮族からボロクソ言われてる。朝鮮の経営に、いいですか？36年間に62億ドルのインフラ整備をしたんですよ。はい、これ事実です。はい、その戦争終わったら、それでも責任があるって言って、8億ドルの経済援助してんですよ。今の金で言ったら100兆、200兆じゃないよ。500兆、1000兆の世界ですよ。それであれだけインフラも整え、食料生産倍にして、人口も2倍にして、7つ奪った、言語も奪った、嘘つけって。調べました？井上角次郎さん。それと、その上司の福沢諭吉さん。教科書まで、ハングルの教科書を作って教えたんですよ、学校で。日本の、統治下のね、併合時の政府が教えたんですよ。いいですか？その前の李氏朝鮮の連中は何してたか。女子供やね、庶民じゃないんだよ。あれ、知ってます？中国も、朝鮮も国民って言葉ないんですよ。お、人民ですか。人民もない、人民国民民はピープルの日本語訳なんですよ。なんて言葉あったかって、バイデンっていうの一般人のことだったんですよ。ピー音を入れて就任っていうのもいたけど、やばいと思います。一般人のことはほとんどバイデン、つまりバイデンなんか履行にする必要ない、識字率は 3% から 5% でいい。そうやって虐げてきた人との識字率を 50% まで引き上げたのは、日本の識字率教育です。人間性教育もやってました。昔の朝鮮族にはやってました。それが戦後全部否定されて逆戻りしちゃった。はい。はい、この事実を、私が言ってるのは全部事実は言いませんから。今調べりゃいくらでも調べます。はい。それで私が右に偏ってるっていうのは右翼って呼んでください。はい。もう名誉だと思って受けますよ。事実だった。事実を言ってて、それでもレッテルあるなら右翼で結構です。まあ、そのコメントでこう、ね、ネトウヨとか言う人は、まあ、相手がこう、前にいない、対面でいない状態で好き勝手こう言っちゃう人が大半なんで、はい、まあ、本当にちゃんとこう、浜井先生と対話をしたいんであれば、バトルフィットネス大森に来てもらって、はい、ちゃんとこの浜井先生の差しで話できる。そうですね、はい、あのちゃんと勉強してから来てください。何も知りませんけど、浜井さんはネット業務だって、その勘弁してくださいね。話すだけ疲れるから、いちいち説明せんならんからね、はい、あの自分で調べてから来てください。浜井さん、ここ間違ってますよ。だからね、なんで感謝知らないか分かります？感謝して頭下げる、はい、イコール土下座なんです。反省して頭下げる、はい、土下座なんです。これ彼らの戦略なんですよ。日本人には思いもつかない。感謝したら奴隷扱いされるって意味わかります？意味わかんないです。意味わかんないよ。一生懸命してあげて感謝して、ね、一生ね、相手感謝してもらえると思ったら、土下座しろって、反省しろって言われて頭下げたら、一生頭下げてろって言われるの。つまりこれ上から目線。自分たちの傲慢さを外に出してるのが、感謝知らず、恩知らず。一番、教育とは何か。教育とは何かと。一番は、識字率です。字読めるかどうか。江戸時代の、江戸の識字率、80%。なんと、産業革命後のロンドン、これ言います。15%。朝鮮は 3% から 5%。はい。これやるとピーってされそうだけど。ピーですね。はい。いいです。ピーでいいです。ただね、これよく聞いてください。そういう日本の民度が高いことを、あの、他国と比較して民度が高いって言っちゃおかしいんですか？僕は前も言ったように、日本って小さい国なんですよ。そう思い込んできたし、日本なんかどう頑張ったって世界に越していけない。でも世界経済第2位の国までなっちゃうと、こんなちっちゃいのに。資源もないんですよ。なんもないんですよ。エネルギーもないんですよ。これ、最近よくあるんですよ。日本は30年間給料が上がってない。ね。
GDP も今ドイツに追い抜かれそうだって。日本人が自信を失ってきたから。ネット右翼は日本すごいよ、いっぱい言ってるって言い過ぎてるって。ここ200年の歴史見てください。全く足りてません日本人のすごさはここ100年200年で見たらまだまだ言い足りないし、日本人自身が分かってません。これ調べてみてください。あのほら、私がいろいろ勉強してこうやってね、事実を取り出して言うと、あなたネット右翼だ、初心者ネット右翼はい、私初心者ネット右翼じゃなくて、69年間生きてきた、最初は日本って大したことない国だなと思ってきた人間は、あれ？この国おかしいぞ、いい意味ですごいぞ、驚いちゃったっていうのが本音なの。私あの全部数字も殺された人数も全部出して事実で言ってることを、はい、初心者のネット右翼だって言うんです。あなたの根拠はどこにあるか、具体的に私に教えてください。話があったが正しかったら、あ、そうか、私間違ってたなって頭下げますよ。はい、どうぞ。まあ他にもたくさん質問が来てるんで、ちょっと次の質問に行きます、はい。これは松井館長の動画に対してのコメントなんですけども、まあ金の話を言うなら、大山総裁の頃から新総本部建設費用と称して金を長年集めてきたり、万年茶帯に10万円で黒帯を売るような真似をしてきた。使途不明金なんて今更、そこを今までスルーしてきたお方が今更騒いでも松井氏への支援としか思えない。支援って個人的な恨み？私の恨みです、ね。そう、はい。